まあ、関さん、この前の続きのお話をお願いします。そうそう、ええとこで終わってたやで。一つ目なんやけどな、それは、両親への愛なんや。そっか、私もお父さんとお母さん大好き。父ちゃんはな、魚市場で働いてて、うん。毎朝午前2時に起きて、それでも何杯、一休まず、うん、働き続けてたのはな、この地元で獲れる美味しい魚を誇りに思ってて、で、それをできるだけ多くの人に、届けたいと思って、それで頑張ってたんや。そっか、いい話やな。母ちゃん、めっちゃ泣いてるやん。母ちゃんはな、保険の外交員やってて。うん。で、晴れの日も雨の日も自転車で出ててな。で、町の人といっぱい話すのがとても好きやって。地元愛に溢れた、いいお父さんとお母さんで、涙止まらへんねん。ちょっとポンちゃんが泣き止まへんので、続きは次回。